ウズオートモーターズは、ウズベキスタンのアンディジャン州のアサカを拠点とする自動車、生産企業である。1996年、ウズベキスタン政府と韓国の大部自動車の合弁生産会社として、前身にあたるウズデウオートが設立された。ウズデウブランドの車は、国内市場のみならず、CIS 諸国にも輸出された。その後、経営破綻した。 ダイ雨自動車をゼネラルモーターズが買収して GM ダイ雨が発足した。これに伴い2008年に新たな合弁会社となる GM ウズベキスタンが設立され従来のウズデウ社に加えてシボレーブランド社の生産も始めた。出資比率はウズベキスタン国営企業のウズアフトサノードが75%、GM が25%となる。 GM ウズベキスタンは2008年11月27日に生産を開始した。初めて生産された車種は、シボレエラセッティで、ウズアフトサノートで生産された部品で100万台を組み立てていた。GM ウズベキスタンの年間生産台数は25万台で、ある。第3四半期以降、アシャカでは、シボレースパーク M300 を生産している。 M300 は2010年以降輸出用と国内用に生産されている。また、生産モデルは CKD 方式もしくは SKD 方式で組み立てられている。しかし、GM ウズベキスタンはすべての必要部品の50%を自社工場で生産する計画を立てており、できるだけ早い段階での達成を目標としている。もう一つの工場では、 ウズデウオートのシボレーラセッティ20万台の車の部品、具体的にはフロントマイナスリアマイナスとサイドウィンドウを生産している。2010年、約5000人の従業員が GM ウズベキスタイ組み立て工場で採用された。2011年、GM ウズベキスタンは国内で12万1584台を売り上げ、シボレーの市場としては8番目の規模にまで上昇。 22万5000台を超える自動車を生産した。2012年2月28日には、シボレーマリブの生産が、同年9月6日には、シボレーコバルトの生産がそれぞれ開始された。GM ウズベキスタンは国内向けには、シボレーブランドで販売しているが、ロシアなど、CIS 圏向けは、ダイウブランドで販売していた。ダイウブランドの権利は、ダイウインターナショナルが有しており、 輸出向け限定で同ブランドの使用許諾契約を結んで使用していた。その契約満了に伴い、2015年10月12日に輸出向けのブランド名をラボンに解消した。2018年12月にウズアフトサノートが GM の保有株式を買い取って完全子会社化。翌2019年7月1日、社名をウズオートモーターズに変更した。 GM による技術供与や部品供給などは引き続き行われる。ゼネラルモーターズとの新たな提携内容合意に基づき CIS 諸国への輸出については2020年3月からシボレーブランドで販売を開始し、同年半ばに従来のラボンブランドを終了するとしていた。しかし COVID-19 の世界的流行の影響を受けて当初の予定より遅れ、 まず4月28日に、ウズベキスタンにて、シボレー車の販売が開始された。ついで5月20日にはベラルーシで、6月15日から、ロシアにて、ウズオートモーターズ製のスパーク、ネクシア、コバルトの販売が開始された。2008年に、新たな合意を経て、2011年11月に、ジョイントベンチャー企業である、GM パートレインウズベキスタンが、 タシュケントのエンジン工場として設立された。新たなジョイントベンチャーは GM が全体の52%、ウズアフトサノートが全体の48%の株式を所有している。この工場は GM がウズベキスタンに初めて設立したエンジン工場である。世界中の GM の小型車に積み込むエンジンとして、年間22万5000以上のエコテック1.2リットル、 1.5リットルエンジンの生産を行っている。ありがとうございます。